夏の思い出は、エマ・アキコ作詞、中田義直作曲の歌曲、NHK からの依頼で作った曲である、オゼ・夏の思い出か比較会を代表する黄金コンビにより作成されたため、1949年6月13日に、NHK のラジオ番組、ラジオ歌謡にて、石井義子の歌で放送されるや、いなや、柴田く間に、多くの日本人の心を捉え、その後、 曲中に現れるオゼの人気は飛躍的に高まった。石井義子の歌は当時レコード発売されなかった。レコード発売された最初の音源は1954年6月発売の藤山一郎が歌ったものである。また1962年8月から9月には同じ NHK のみんなの歌でも紹介された。歌は高木敏子とボーチェ・アンジェリカ。 音楽家の教科書にも掲載されることが多く、そのため幅広い世代に親しまれている。作曲家自らの手による女性合唱版、根性合唱版が存在し、これらもまた多くの楽譜に掲載されている。他に、八手連弾曲やピアノ独奏曲があり、後者は作曲者の死後に発見された。今は、幼少の頃岩手山の近くに住んでいたが、そこは水場省の作地域だった。 そして1944年、たまたま、オゼを訪れた。そこで目にしたのが、一面に咲き乱れる、水場所だったのである。その時の気持ちを、夢心地と後に表現している。戦後すぐの1947年、NHK から、夢と希望のある歌を、お願いしますと依頼された。思い浮かんだのが、オゼの情景だった。その時の感動を死にしたのが、夏の思い出である。 この歌のおかげでオゼは有名になったが、水場蕉の咲くのは5月末であり、オゼの春先にあたる。そのため、せっかく夏に来たのに、水場蕉を見ることができなかった、という人は多い。エマはその理由を、その思いの行方にて、以下のように述べている。オゼにおいて、水場蕉が最も見事な5、6月を、私は夏と呼ぶ。それは、最時期の影響だと思う最時期には、 俳句の季語が掲載されており、水場賞は夏の季語である。文学上の季節と実際の季節には少しずれがある。また二十四節気においても夏にあたる。イベントレポート、石井よしこさん十字夜午後のサロントークショー、長田暁に、歌謡曲面白こぼれ話社会思想者、2002年、58から59ページ。 ISBN 43億9011万6495読売新聞文化部昇華同様物語岩波書店1999年118ページ ISBN 40億23万3408ありがとうございます